オーストリアの村ツバメ作品164は、ヨーゼフ・シュトラウスが作曲した、ウィンナワルツ。小説、オーストリアの村ツバメの作者、アウグスト・ジルバーシュタイン1862年から翌1863年に、かけて、オーストリアの小説家、アウグスト・ジルバーシュタインが、長編大衆小説、オーストリアの村ツバメを発表した。この小説は、 アルプスの自然とそこに暮らす純情素朴な青年の恋心を綴ったものであり、当時のベストセラーとなっていた。ジルバーシュタインは、ヨーゼフの長年の友人であり、彼の小説から着想を得て、ヨーゼフは、小説と同名の、このワルツ、オーストリアの村ツバメを作曲した。ジルバーシュタインの小説と同じく、このワルツも村ツバメが訪れる初夏のウィーンの自然を、 表現した牧歌的なものとなっている。1864年9月6日、ジルバーシュタインへの検定という形で、ウィーンのフォルクスガルッテンにおいて初演された。同日には、小説、オーストリアの村ツバメのヒロインの心情を描いているのでは、とも推測される、ポルカマズルカ、女心も初演されており、この二つの作品は揃って、ヨーゼフの代表作となった。 1870年7月22日、ワルシャワでの事故が原因となってヨーゼフは若くして死去した。それから3ヶ月後の10月18日に追悼式が行われたが、この時、兄であるヨハン・シュトラウス2世紀の式の下で、初演された時と同じく女心と共に演奏されている。なお、ツバメはオーストリアの国長であり、このワルツは、 オーストリアの豊かな自然を象徴する曲とも、みなされている。後に歌詞が付けられ、ウィーン少年合唱団のレパートリーにもなって、親しまれている。フーリン、フーリン、シュナツァイト、シュナツァイトバルフロイト、アウフフェルドウンとフリュアッチットでアウィンター、エスジンクとダイネーチャーダイフリューリンライド、トリブエ・ウィンナーはアルツ創世記にヨーゼフランナーや父親の、 ヨハン・シュトラウス一世が用いたレントラー風ワルツの形式を取り、ヨーゼフが多大な影響を受けたとされるシューベルト風の旋律を5種用いている。演奏時間はおよそ8分30秒である。変歩調調の第一と第二主題を持つ助走的ワルツ、それに続いて変歩調調、変路調調、変歩調調、変異調調の旋律のワルツが、クラリネットやバイオリンで主奏される。 しばしば木管によって、ツバメの鳴き声が模倣され、牧歌的な初夏の風景が展開される。ツバメの鳴き声の表現については、木管ではなく、鳥笛が用いられることも多い。楽譜は一時的に使用不能です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 。 楽譜は一時的に使用不能です。楽譜は一時的に使用不能です。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴、ありがとうございます。